今度は特別メッセージを、お願いいたします。ちょっと場所を空けていただいて、ちょっとその辺に、プロジェクターで映写をするという、前、この建物の中に事務次官をやられていた前川喜平さんからいただいたメッセージ、この天井に映しますから、天井の中をフラフラ出しておりますけど天井にご注目ください。愛知トリエンナーレにおける表現の不自由点、この中心になった経緯というのは非常に問題があったと思います。さらに問題があったのは、文化庁がこの愛知トリエンナーレに対する補助金を不交付にするという決定をしたことですね。これはまさに、自己検閲といってもいいようなものであって、採択を決めていたにもかかわらず、しかも採択を決めた時の有識者審査員に諮ることもなく交付を決定したということです。これは許されることではありません。文化庁としてはこれは手続き上の不備なんだと、申告すべき内容を申告しなかったことに問題があったと、こういう理由をつけていますけれども、これは後付けの、無理につけた理由だと考えざるを得ません。これは明らかに官邸を源とする政治的な判断によるものであり、その政治的な判断というのは結局平和の象徴像などの展示に対する政権側の不快感、これを嫌っているという彼らの心情がそのまま表れているんだと思います。それをこう隠して本来政治的にこの補助金不交付を決めたにもかかわらず、技術的な手続き的な問題なんだというふうに、問題を矮小化して、政治の責任であるにもかかわらず行政の責任に転嫁していると、これ非常に問題があります。でこういった前例ができることは、いわば検閲ドミノのようなことを起こすそのきっかけになっているわけで、その後も次々とこの表現の自由を侵害するような行政の取り扱いが行われてますね。川崎市の主戦場の上映の一時それを止め取り上げるという話だった、こんなこれもそうですし、伊勢市でやはり少女像を含んだ展示物の展示を拒否するというようなこともありましたし、また日本芸術文化振興会が公益性という非常に曖昧な概念を使って女性について選別すると、で実際に宮本から姫という映画に対する女性が打ち切られると、中止されるということが起こっています。こういった表現の自由を侵害するような行政の動きが次々と起こっている。これは今ストップさせなければもっと広がっていく危険性があると思います。表現の自由というのはこれは人間にとって根源的な自由であってですね、これを権力によって抑えられてしまったらこれは民主主義が死んでしまう、そういう重大な問題だと思います。表現の自由というのは単に芸術表現や言論の自由というだけではなくて、これは民主主義を支えるための人権なんだということをもう一度はっきりと確認してですね、この表現の自由を抑え込もうとする今の政治の力を押し戻さなければならないと思っています。皆さんご覧ください。前川さんありがとうございました。